いや、ちょっと、めぐれす。おいしいかんです。はい。はい、すいかんです。何すか？はい、ということで、今日もやっていこうと思います。何やるんすか？今日はですね、ブロスはやんないです。ブロスはやんないです。まあ、くらくらやる。俺らがもうちょいうまくなったからね。あ、なるほど。クロスさん。オッケー。トロ2万ぐらいいたらやろうぜ。2万いってる人いなくね。でも俺、5000いったよ、さっき。ほんと？うん。じゃあ、あと。足して2万やな。それだ。それ。1万もね。戦闘力2万の俺らに勝てるやつ、俺らに。俺に行こう。ブロスさんトロ2万の。ちゃうて、ちゃうて、ちゃうの。違うの。じゃあ。はい、バランス調整が来ました。はいはいはい。ってことで、うん、新環境の、うん、強そうなデッキを探ろうっていう回なんですけど、うん、まあこれ TV から拾ってきたデッキなんですけど、うん、普通にね、なんかマジアチャ神器、マジアチャ使ってみた感じ結構復活した感じがするじゃん。確かに、なんか初期のマジアチャが一回下放されて、うん、でそれを少し元に戻してなんか初期と弱体化されてなんか中間よりちょっと強くなったみたいな。そうね、うん、なんかまあでも普通に前回とは全然違って、うん、使えるレベルになったと思うんですよね。そうだよね。そう。だから、まぁ、あ、ちょっとね、こういうのをね、使ってみたいなと思いますね。で、まぁ、あ、もともと人気の方って、ファイボダップが絶対だったんだけど、うん、フリーズの強化によって、結構、ポイフリ、前シーズンで流行ったのは、うん、やっぱりファイザップよりも圧倒的にポイフリの方が多かった。ね、なんか、4コスのスペル2枚とか、珍しいよね。だよね。うん、だけど、本当になんかそんなんばっかで、まぁ、あ、一応、フリーズも、タワーダメン下方来て、トーナメだと36。はいはいはい、だけど、まあ、実際ダメージは入るから強いのは変わらんかなっていう感じではある。なるほど。ってことで、いきたいと思います。よいしょ。まあ、みかんさん的には、この、なんだろう、アップデート強いデッキは何かありますか、うん、やっぱ前強かったマジアチャデッキがいくつか復活する。マジアチャロイホグ、マジアチャ工場、はいはいはい、あとマジアチャホグとか、いろいろあるからね、うん。あったね。あと、ペッカマジアチャとかさ。ペッカマジアチャ、来た。俺の時代や。ナイキ大好きだよ。すべてのデッキマジアチャをぶち込んでたから、マジアチャが砲撃した時はもう、発狂。号泣した。返せよってか。俺のマジアチャ返せよ。涙流してきた。他の人のマジアチャはどうでもいいから、俺だけが砲撃すんだ。俺のマジアチャだけは触らんでくれと。それ、俺のバルーンや。あ、もう、俺のバルーンがね、ファイブでナックバックされた時、ぶち切れさ。まあ、あれか、こう、妥当かな。切れすぅ。フリーズ来そうで怖いんだよな。あれだな、スケラーとかの香り来そうだな。うん。よいしょ。ドラドラ2枚の編成も増えたよな。うん、これ、入るよ。いいね。いいよ。そう、これがマジアチャの強さよな。いや、強い。いいよ。まだ入る。もっと行こう。まだ入る。もっと行こう。おかわり。よし、行け。もう一回行こう。もう一回行こう。あ、行かなかった。いや、これで7減ってずるってさ、やっぱこれがマジアチャって感じよな。それな。そうそうそう。とりあえずこっちやな。まあ、削られてる方、これは、ダッシュと、トカメレベルだとどんくらいだろう。だいたいダッシュと一発で、500ぐらいだ、確か。500ぐらいかな。うん、そっちはやべ、適当に投げすぎた。あこれ、ベビドラごとまた言ってたらね、うん、相当削るんだよね、このマジアチャが。一発いくつだっけ、トーナメルで。確か96。96か。うん、だから2回入れればもう200だから、そうだね。ファイゴとかとほぼ同じ。同じだよね。うん、そうそう。すごいよな。いや、いい。あ、これ逆サイドいった。いや、待て。ん？逆サイドよかった。だよな。ボーラー切ったら、いいね、ボーラー切ったらランバー工場、普通にたまらんやなと思って。いいねえわ、これ。な。めっちゃフリーズ。まあ。そろそろなんかスケラか、なんか来そう、そのあたりで。そうだね。うん。なんか陸いないから。まあ、いっか。一発と、はい、これで500ぐらい持っていく。うん。まあ、これで。てんてれんって、バルーンだったんだ。まあ、デュースになったことだけど。安心と安全のフリーズがいます。バルーン！さあ、フリーズの交換ですね。まあ、これは、手堅くポイズンですね。入る？入らない。危ねえ。さあ、ナンバー入りそう、3つぐらい。いいよ。よしな。で、これどっかで最後マジアチャさせて勝ちだよな。そうだね。こうなると。その、マジアチャデッキの強いところって工場が入んなくても、マジアチャが削るから、あ、来た、この、ボーラー来た瞬間の逆ブッパ。逆ブッパ。止まらん。絶対止まらん、これ。止まるんかい！これね、どうですか、ミカさん。トルネードっていうカード、このようにいりますか？いらないですね。トルネってカード、このようにいらないと思うけど。めっちゃ笑ったんだけど、ミカさん。あれ、
それで、ね、あれ毎日やってて、トルネ3連続ぐらいして、俺のバレンが刺さんなくて。どうせトルネにボコボコしたんかなと思って。そうだよ、文句あんか。やばい、これマジでやばい。文句あんか。これ右入るでしょ。どっちも入るでしょ。文句あんの？くそ笑った。あ、左やっとくね。あれ？いや、いけるいけるいける。おぉ危ねえよ。じゃあ聞いて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 、お席を言ってトルネされて、ああ、ノーダメ起動3連続されたんですよ。キレね、出た、キレね、それバルーンとかホグをノーダメ起動するやつな。うん、キレね。ちょっと僕使わない、してる側なんで。バルーンとか使わなさそうだよマジで。バルーンは使わんなー、ね、マジで。なんで使わないの？ねー、やっぱ上には上がいるから使っても超えられない。何、そうなの、あのねー、クラチャルとかでやる分には12勝できてよしってなるからいいんだけど、うんうん、やっぱマルチでだと、あれ、ああれ、あークラフ、これはあれだ、イモータルにいた唯一戦わなかった選手だ。勝ち抜きに出なかったけども、ね、強いよこの人。強いね、うん、7戦いってるもんね、うん、5例で7戦いってた気がする確か。そうなんだ、うん、同時にさ、フレンド両方いるからさ、うん、同時に光ってさ、あれってなって。さては、これあれじゃない、公開戦バルキリアナホイとかじゃない、なんか香りがする。ガイーン。濃いよな。ローラが。バルキリアナホイ。あ、ローラがよく使ってるあれ。あれか。そう。タム、タム。よし、エレキやってくれたら偉い。これ穴掘りワンチャン来るから、この位置。オッケー。これローラがね、得意なデッキなんだよね。バナナホイ。さあ、エレキを回してますね。エレキを回していく。よいしょ。さあ、どれだけこの穴掘りを抑えていけるかみたいなのがあるな。ありますね。これワンチャンなんかエレキさ、飛ばせばいいからさ、エレキいないタイミングでフリーズとかしたら面白くない？ですね。ナンバー工場。ね、ベル・キリオがいるからな。ベル・キリオか。これがいいよな。これだってドスインフェルノタワーでしょ、これ。インフェがあるな。あ、ないぞ、苦しい苦しい、エリがない。え、なんでないの？わかんないけど、温存してんのかな。いや、これ始まりでよかったな。それな、ディガーごと打ち抜いてよかった ね。左許容、右一か許容してさ。エイキしかいないからこれだな。はい。あ、いいなー。これは受けざるを得んかなー。それな。よし。決インドして、うん、この血運動をすると敵がギガ出しづらいっていうね。そうね。そうだね。キングタロウとか端に寄せちゃうと、うん、逆側にギガ飛ばされてね。そうね。カツ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 ついて。ちょ、待てよ。待てよ。うん、待てよ。うん。エーズンして。エーズンしかねえよな。うん。こっちも削り負けたくないから。そうだね。そこ好きだね。いやー、ダメだ、マジアチャの位置が。マジアチャずっと温存してていいかもな。なんなら、端前ぶったぐらいっす。確かに確かに。そう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 。いいね。ん？うん。そうそう。だー、うん、だりですね。まあまあまあ。めんどくせー。この位置だな。回らん。おや？あ、これ美味しい。これ普通に。マルタでまだ飛ばんっしょ？あれ？飛ぶんかい！飛ぶんか。なあ、エリキの位置もうまいな、徹底してる。これ入れたくない。これはさすがに入れれんな。いや、ランマの方が良かったな。そうなのね。インドをどんだけ出してもカウンターされちゃうからな。うん、そうね。エレキ兄さん来そう。おお、そこに打ってくるか。うん。ワンチョフリーズ逆線持ってけんかな。どうだろうね。あー、うまいな。バルキリー出してくんねえかな、こっちに。前。オッケー。来た。来た？来た？あ、パキリ。これ、パキリの神様来てない？結構。来た？おや？おっ！来た！来た！これ、一定の戦闘のビビリアンだ。いいよ、いいよ、いいよ。いけいけいけ。いやー、うまい。それはうまい。おいしい、おいしい、おいしい。あー、マジでいけなかった。
いや、まあまあ、でもここは結構危なくね。まだ。裏。いやー、分かってんね。ここだな、ジャーチャーポイントそろそろ。敵も警戒してくれるけど。スケ、スケ来るよな。オッケー。来た。あー、言うけど、この回。いや、言うてもよ。勝て。2回のポイ振りで沈むかな、これ。いや、沈まん。ポイツ。ポイズンが216で、フリーズが36だから、ちょうど死なんだ。死なんか死なん。でも、それやってる間も怖いしな。いや、そここそジャーチャポイントなんだよな。あ、ちゃんとアイスで警戒してる。いける、これいける、いける。いける？ワン、ツー、サン、シー、どっこいしょーって感じ？あ、違う。いやー、どうしよう。あとこのディガーさえ抑えれば。くっそ、パキレ！くっそ、やべ！あー、パキレも上がった！くっそ、パキって、ディガーの、ディガーにバルキリー当ててアイスピもエリキも吸収すればっていうとこだな。まあこれがね、プロとプロの熱いバトルですよね。悲しい、悲しいな俺は。クソマジか、クソマジか、惜しいな。あとちょっとここをこうすれば勝てたっていうところがあるだけな。切らないといけんのか。そうだな、絶対通したくないときは。そうだ、もう死んでも売りたくないそこ。そうだね、うん、あれパキって、でタワーの右下の上にディガーが来てて、で敵の端前からエレキタイス来てるからパキって、でディガーの背後あたりにバルキリーで置けば全部受けれた。そうだね、ね、くそ、まあ結果論ではあるけど。いやでもパキ構えてディガーでこれ、あーそうだったな、それが正解だった、間違いなく。あ、枯渇かな、俺のバルキリーが見せれるかもしれない。お、来た、ついに来たのこれ。前はね、バルキリー、あのバレルかないときはシューンで全部やれたのが、この前バランス調査加工されてできなくなって、またできるようになったらしいから。そうなんだよ、うん、ぜひぜひぜひと。ぜひ、あれおやなんかあれ枯渇なのか違うのかよくわかんないな。とりあえず、全方位をいける、じゃあ、じゃあ。やべ、一発入るくね。うわっ！そうで、マジアチャってあれなんだよ。メガゴの一発とマルタで沈んじゃうから、できればメガゴの一発もやりたくないんだよな。そうだね。うん。やめてくれ、やめてよ。なあ、来た。これはここだな。しょ。はい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 。ワンチャン、いや、ないな。まだ、まだ焦る時間じゃない。これで多分何かしらをまた出してくるだろうから、さすがにこれ入れるのか。なるほど。いや、この一発でね、テスラちょっと削れるのがね。そうだね、これでインドラでいけるから、うん、しかもヤング切ったでしょ。パキッパキッちゃう、パキッていいかな。それしかやることなくね。確かに。いいよ、すごい出してくれるのは美味しい。逆に美味しい。変わったら言ってたな、あれ多分。これ全部インドゥで抜けるくね。そうだね、始まりいいんだ。ゲソ星マインドラだな、これは。なるほど。うわっ、うわっ、うん、うん、危ない。これ逆再工場いけるな。あいつは一発食らっちゃうけど、これにインフェ出した理由はないはずだから。2倍ちょうど入った。インフェじゃなかった、そうだ、ちょうど2倍入ったな。いや、テスラとスパイキーだれいな。しまっくり、よいしょ、来ない。テスラとスパイキーだるいなぁ。あ、見せるとき。来たぞ。これ後ろ、後ろや。うん。まあまあまあ。これかね、中心にちゃんと投げて割れてきてもいけるっていう。な。うん。ペーズンだな、これは。美味しいな、これ。美味しい。美味しめのペーズン。マジャシでぶち抜いて工場だな。あれなんか熱いもん食ってんすか。やばい。やばい、よいしょ、来た、マルキリ。うん、これは、これいいー、最強ー。誰も何も言ってないから。あれ、誰も何も言ってない。おかしくね、それは。さあ、敵のスペルがわかんねえんだよな。あ、うまい。もう。これが甘いすぎた。もう。こっち食らってんな、めっちゃ。やばい、やばい、やめて。これ以上俺をいじめないで。やばい、やばい。どうしよう、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 どうしよう。どうすんの？
みかん坊やさんどうしましょうか、これ。どうすんのって。やばいやばいやばい。やばい。こことりあえず、誰が守るしかないんじゃない？ここの場合。とりあえず、今日、うん、やばいやばいやばい。これもう。バギー出た、最終手段。防衛フリーズ。こっから8枚プリン全部警戒して、テスラ残ってる体力基礎。はい。そういうことなんだよな。ないと。抑えないでくれ。来た。来たけど、これもうジャンチャで全部受け入れてくれ、これ。そうな。うん。で、テスラないから、あと、この状態でフリーズで終わりじゃね？これで。うん、終わりじゃね？割れた後にフリーズでよくね？え、マジ？そんな爆地しちゃう？最悪ね？いや、いいね。いいんじゃない？来たー！うやってんだね。なんか決めてないわ。決めてないです。オッケーオッケー。オッケーオッケー。どうこのデッキ？すばら。すばら。すばらすばら、うん、まあ割とでも思ったより回転、いや相手がそんな回転速くなかったのか、相手いなかったもんな。26ホグとかとやった時とかどうなんだろうねって感じだったけど、そうだね。まあでもフリーズがある分、うん、一発なんだろう、フリーズだけ温存して、うん、とりあえず他のユニットで全部回して、うん、ホグが相手がユニットにねえだろって投げてきたホグはパキって、うんうんうん、その場しのぎの防衛でワンチャン。あとそうだね、フリーズがあるからもうちょっとでもチャンスだと思ったら見逃さないみたいな。なるほどな。うん。ここで、いや、いいか。うん、こんなもんじゃない？こんなもんやな。ってことで、まあ、環境、新環境のね。まあでも多分これは、このデッキはレベルを揃えるのが多分難しいと思うから、うん、まあ、グラチュアルとかでね、ぜひ使ってみてくださいって感じですね。せっす。せっすね。まあ、このデッキ、この4枚完走してんの、ワイラぐらいしかいないからな、多分。いや、あれ。ラットくんとか。あれ。うん、なんなら今結構フルカン多いんだよ。確かにトレードでな、うん、そうそうそう、トレードでいろいろあったからな、ね、あのテンゴットでもウルトラ、あのテンゴットでも、あのテンゴットでもウルトラ増え始めてるから、それな、あのテンゴットでも集まるってことは誰でも集まる。動画見てるかな。大吉さん動画でこんなこと言ってましたね。あのテンゴットってなんすか。あのテンゴットって低かったからな。あいつはもう、あれ前シーズンいつだった？前シーズンあいつだけぶっちぎりで、今回も焼き鳥と俺とラットと、うん、テンゴットで勝負した。俺も参加したかったんだよ。焼肉おごってもらえるから、ただで参加したかったんだよね。甘いっす、それは。甘いっすか。うん、しゃあなしやな。テンゴットが嫌だって言ってた。ラットが7000ちょいで、うん、7100とかだったね、確か。で、焼き鳥69なんぼで、まあそう、フィニッシュ、そうだね。来期も69なんぼで、ね、テンゴットが6200。来期最多は6500、何かまで、どこだ、いた。低くて見つからなかった。最多6500何までいっちゃうんだけど、うん、だけど、6033フィニッシュということで、うん、俺の。大分帰ってたせいでしょ。そう、大分帰ったせいで。ああ、もう全部で、もう姿勢が悪かったわ。ずっとカリカリしながら、ああ、じゃあいつ買ったらペットだよって。帰省したのが悪かったって言って言うて言ってた。すぐそういうこと言われて、あー喉痛え喉痛えって言った。俺もあんだよな、年末年始ね、すき焼き食べたりとかしてね、2日ぐらい全然マルチしなかったけどさ、気づいたら7000来てたみたいな。それうん、ライク7000リーチでしょ。そう、まあ惜しかった、ね、7000リーチ行ったんだけど、うん、当たった瞬間穴場にわーいわーいってされて、ね、もうガンズに。そろそろプロだったらさ、7000目標に頑張るのもいいかもしれない。まあ、いっとかんとあかんみたいなとこあるな。テンゴットいくつだっけ、最多。テンゴットは、まあ、674とかだったな、確か。まあ、パラスメンバーはね、みんな7000目標に頑張ろうかなみたいなとこあるな。あれ？ん？ 6758。お、結構高いじゃん。まあまあっすね。まあまあやな。まあ、テンゴットとしては高いかもしれない。やめろ、テンゴットの前に、しばかれる。しばかれる。やばい。ってことで、今日はこの辺で終わります。うん、まあ、ぜひ、このデッキをね、強かったので、ぜひ使ってみてください。うん、ということで、今日はね、終わります。バイバイ。